の石丸みどりです。はい、今日は高浜物語という市民映画のことをちょっと解説させていただきます。高浜物語というのは2011年から22年にかけて、愛知県高浜市の方で、作りました、市民映画になります。高浜の場合はですね、もう前回の見つけ物、と違いまして、スタッフはみんなもうプロの方になりました。 でもできるだけたくさんの市民の方に参加していただきたいなということがあって、コンサートをね、最終的にはやろうという話にしました。なので、そういうエキストラも含めて大体2000人ぐらいの方に参加をしていただいた映画になります。市民映画を、映画を使ったその地域おこし、街づくりっていうのが私のテーマなんですけども、前回のその恵那市のね、岩村町で作った時は、大体50人ぐらいのね、スタッフとかキャストだったんですが、やっぱりこう映画に参加することによって、なんかその街のことがどんどん分かっていくとか、魅力がね、そこでこうに気づくとか、でそれによってまた自信を持ってどんどん発信していこうみたいな、そういった形になるっていうことをなんとなく実感として、感じていたので、高浜物語の場合は、それをよりたくさんの方にっていうことで、考えました。である意味その市民映画を作るっていうことは、地域コンサルみたいな、なんかそんなことも、あるのかな。地域のいろんな産業とか文化とか歴史とかを、リサーチして、その町のアイデンティティとか、なんかオリジナリティみたいなものを発見したりで、そこからじゃあこの今後ですね、未来に向けて、どんなことができるのかっていう、でも主にその町に住む人たち、人々が、どんな活動をね、この後していくのかとか、どんななんかこう、世界というか未来が あるのかなみたいなことを、おこがましいんですけども、映画という一つのね、フィクションの世界、これを使って、皆さんに、ご提案するみたいな、そんなつもりで、地域の映画を作っています。で、高浜ですけれども、高浜はもう伝統産業でね、瓦、屋根のあの瓦から鬼瓦、こういうものを作る、鬼師さんというね、職人さんたちがいらっしゃるんですね。で、全国でも本当にこの三州瓦ってすごく有名なんですけども、でも残念なことになかなかその職人さんと、地元の、若い人たち、子どもさんたちとかの触れ合いが、あまりないのかなっていうことをちょっと感じたので、そういった機会を作りたいと。で、実際に、じゃあその鬼瓦を楽器にして、これを持ってコンサートをやるっていう話にしたんですけれども、その鬼瓦の楽器を皆さんに作っていただいて、で、そこでその鬼師さんたちにもね、来ていただいて、作り方のこうちょっとね、レクチャーをしていただく。で、そういうことの中で、交流が生まれるっていう。なので映画の中のワンシーンでもあるし、実際にその町の中でその地域の産業を引っ張っている鬼師さんたちと、地元の人たちが触れ合う機会を一緒に作っちゃおうかなとっていうのが、この高浜物語の、映画プラスその町づくりの私の一応ちょっとこう提案でした。で、本当にいろんな顔を作っていただいて、こんな感じですね。今画像が出てます。こんな感じで、たくさんの、音瓦っていうね、これちょっと堤監督が名付けてくださったんですが、こういったものが生まれました。はい。で、私のその独自のちょっと、ストーリー作りの話も少しさせていただくと、自己流なんですけれども、大体テーマを決めます。で、何がどうなって、どういう人たちが主人公でね、で、大体どんなことが起きて、最終の結末はどうするか。で、結末はですね、地域の町おこしの、目的なので、活性化が目的なので、やっぱりハッピーエンドがいいなっていうのがあるんですね。私は、いくつかの地域映画作らせていただいてますが、みんなハッピーエンドにしてます。で、じゃないとその地域の未来がなんとなくこう暗くなってしまうような、
ぱりこうこの後どんどん明るい方向に向かっていくようなね、なんかいろんな夢が抱けるようなそんな終わり方がいいかなと思ってますので、必ずハッピーエンドにしてますが、まあ、そのあたりを作った上で、まあ、だいたいこう箇条書きにしてお話をまず作っていく、まあ、プロットをねまたちょっと深くこう細かくっていう感じですね。で、その後まあ、その出てくる人物たちの気持ち感情の揺れとか、盛り上がり盛り下がりっていうものを、まあ、こんな風に表に、しまして、でさらにですねこれを、折れ線グラフにするんです。で例えば主人公の、まあ、気持ちがこんな風に盛り上がり盛り下がってるっていうグラフが書けて、でその後にまた別の方の気持ちは、ね、ここはこんな風に下がっててとかっていうのを、まあ、メインキャストをずっとこうね折れ線にして重ねてあげると、全体のその映画の中で、まあ、どんな風にこう 人々の気持ちが移り変わっているのかっていうのが一目でわかるというか、まあ、自己流なんですけども、まあ、そんな作り方もちょっとしたりして、まあ、まず脚本作りっていうのをしてるんですね。はい、まあ、小説書くときなんかでもひょっとしたらやってらっしゃる方がいらっしゃるかもしれないですが、まあ、そんな方法で、映画の脚本を書いてます。ではですね、ここでちょっと、予告編をですね見ていただきながら、ストーリーについてもう少しお話をしていきます。菅原が、まあ、出てくるわけですね。主人公の太一という少年の、まあ、夢の中に今ね、鬼ヶ原が登場してきて、なぜかっていうとね、まあ、この男の子は一応バンドやってたりとかするんですが、なんとなく、まあ、そこまで身が入ってないというか、割とこうなんか燃えるものがなくって毎日なんとなく過ぎていくような、まあ、そんな生活を送っていると。でも何か夢中になれるものが欲しいっていうね、まあ、そんな潜在的な気持ちがあって、まあ、その辺の焦りが、まあ、こういった夢になってきてるんですけれども、で、まあ、そこでちょっとバンドをやっている中で、たまたまちょっと鬼瓦を壊しちゃうんですね。で鬼瓦の弁償しなくちゃいけないということになって、どうしようかと3人組が悩むわけですが、まあ、そこに、町のね、まあ、一つ地域おこしのイベントとして、なんかこうコンペアイデアコンペみたいなのがあるってことを知って、あ、じゃあこの賞金で、弁償しようかということを考えている。で、まあ、彼らが出したアイデアは、まあ、その鬼瓦を使ってねコンサートをやる、まあ、そういうアイデアだったんですけども、で見事これがグランプリになっちゃいまして、じゃあね、このコンサート自分たちがなんかこう主になって、ね、中心になってやっていかなくちゃいけないと、どうするかということになりまして、で、まあ、反対する人もいたり協力してくれる人もね、まあ、いたりして、まあ、悩みながら、でも仲間割れもしちゃうんですね。まだまだ中学生なので、こういろいろね思いも違ってたりとか、なんかやっぱり大変ですよねコンサート、なんか自分たちが引っ張ってやるなんていうかなりの重荷だと思うんですけども、まあそういったことで仲間割れもあって、まあ引っ越していく人もいたりとか、まあそんなことがありながら、まあ最終的には、はい、こんな風にコンサートをやることになるという、まあそんなお話に なりましたというかしました。はい、もう本当にこのコンサートはね、もう1000人以上の本当に方が来てくださったので、大変な盛り上がりで、まあ、地域の鬼祭りっていうねお祭りとドッキングさせていただいて、たくさんの方がもう皆さん笑顔で、後からもうモニターでこう何回もこう見たんですけども、編集中に誰一人として嫌な顔をしてる人がいないっていうのに私はちょっと感動しました。皆さんが楽しんで、参加をしてくださっていたので、まあ、それがその映画 まあ、スクリーンを見ていただいてもすごく伝わってくると思います。最高、これは本当にこういう参加してくださった皆さんたちの思いが、この映画をね完成に導いてくださったかなというふうに思うんですが、市民映画っていうのは、まあ、私は考えるにもうたくさんの方がまず参加をする、参加をしてみないとね、なかなかその面白さとかわからないと思います。もちろん大変なこともいっぱいあるんですけど、で、まあ、その中で地域のことをどんどん知っていくこともできるし、いろんな方とつながっていくっていうね、そういう機会にもなるし、そして、まあ、あと見ていただいた中で
あ、こんなこともこの今後できるんじゃないかなと、いろいろ気づいていただくことができるかなというふうに思っていて、私もすごく嬉しかったのは、もう何年か経ってからですけども、西さんの方に、何回のかこう見ていくとね、次から次へといろんなアイデアがあるんだよねって、で、まあ、それがね、いっぱいこう込められてた映画で、これ今後のね、その自分たちが何をやっていくかっていう、なんかすごくヒントになるっていうふうに言ってくださいました。それがもう本当にありがたいな、よかった、そういったシナリオを作って、こういう映画を作ってよかったなというふうに思える、瞬間だったんですけど、その心は、そんな思いで地域の映画、ちょっと通常の、まあ、劇場映画とタイプが、まあ、若干そのあたり違うかもしれませんが、まあ、映画っていうのはそのストーリーがあって共感をしていただくことができるし、なんか感動してね、まあ、そういったことでそのムーブメントを起こしていくっていう、そんなツールになるんじゃないかと思って、今日も私は映画作りを、はい、頑張ってやっております。まあ、今年の夏には2人の孫ができるおばあちゃん監督ですけれども、東浦町というところでもこの夏映画を撮りますし、また皆さんね、いろんな方たちと出会いもあるでしょうし、大変楽しみにして、今まだちょっと書いてないんですね、シナリオがまだ書けてないんですが、頑張って書いていこうかなというふうに思ってます。はい、次回はまた、その次の西尾市で作りましたおしにの、はい、この映画のお話などをさせていただきたいと思ってます。いいじゃん。それでは今日はこの辺で、さよなら。かなりド派手なコンサートになるわね。